駐車禁止ですよ。前の車が押したんだ。返すよ。俺が悪いんじゃない。あんたにやるから取っときな。絶対に受け取らないからな。受け取りなさい。じゃあ後ろの車にやってくれ。危ないじゃないの。どこに目つけてんのよ。違うわよ。そんなことは関係ないの。地下室へ行ってボイラーの水道管を調べてくりゃいいの。今日10時だよ。いいね。分かったな。フランク、悪いけどちょっと手を貸して。俺はドアマンじゃないんだよ。ビルの管理人だ。分かってる。男には間違いないでしょ。まあ仕方がない。ただしこれは俺の仕事じゃないからね。ところで子供部屋の暖房は一体いつ直してくれるの。先週頼んだのよ。ああ、まだ直してなかった。ええ、まだよ。ベビーが風邪ひいたら。分かった、すぐ直すよ。14匹、この部屋よ。なんとかしてちょうだい。私はもうお手上げよ。で、サイズはそうね、1メートル。はいはい、みんな、ちょっと静かにして。素敵なゲストよ。いやー、こっちはー。みんな楽しくやってるか。なんだ、ヒーマンかと思ったのに。まあまあいいから。さあみんな座って、ショータイムの始まりだ。いやーあんたたちペテン師だろ。パパが言ってた。ジェイソン、やめなさい。超自然現象を理解しない人もいる。違うよ、ゴーストたちなんてはったりさ。どうから失業しちゃったんだよ。音楽だ。はい、みんな一緒に。ダメだこれは。最初ビールだ。そうね。それじゃどうもまたお願いします。思いしたろ。俺はもううんざりだ。パーティー屋はごめんだよ。はい、お前の分。ガキにまでバカにされてもうやってらんないよ。今やめるって手はないだろう。もうじきクリスマス。稼ぎ時だ。レイ、まだわかんないのか。ゴーストバスターズはお呼びじゃないの。あと1年もすりゃ忘れられちまうのさ。恩知らずの連中ばっかだ。この町を救ったのにな。そうだよ。あのマシュマロマンとの対決じゃ高層ビルのてっぺんを吹っ飛ばしてニューヨークの州と軍と市から訴えられちまったんだよな、俺たちはよ。ああ、だが楽しかった。乳母車が道路の真ん中へ走り出していくら追いかけても捕まらなくって、そしてまたいきなり誰も触らないのに止まったわ。で他に誰か見た人はいるの。ええ、大勢いるわよ。イーゴン、私の妄想だっていうの。そうじゃないが、科学者は常に一番単純な可能性を求める。博士、準備ができました。ではまずマイナス要因を付加。これ何の実験なの？人間の感情のエネルギーは物理的環境を変える。これはレイと僕が立てた仮説なんだ。向こうから見える？いや、あの二人は結婚生活のカウンセリングのつもりでいる。わざと2時間半待たせて徐々に室温を上げてる。現在35度ちょうどだ。今女子があと30分待つようにと言ってる。よし、いいぞ、その調子だ。大変いい調子だぞ。それであなたの考えは？理想的だ、順調そのもの。では次は幸福感要因。違うのよ、乳母車の話。その件はレイと相談してみる。いいわよ、任せるわ。でもピーターは嫌よ。分かってる。彼に会うことある？時々だけどね。あれからどうしてる？ピーター、しばらく緊張状態が続いてついに切れちまった。私のこと何か言ってる？全然。そう、私たち気まずい別れ方をして、その後音信不通になっちゃったのよ。私が結婚したんで。愛情テストの準備ができました。よし、では子犬を入れて。離婚した後連絡しようと思ったけどかわいいわね。引き受けてくれてありがとう。心配しないで。これ私の電話番号、連絡してね。もちろん。それからできればピーターにはこのことを話さないでほしいの。ああ、分かってるよ。じゃあよろしく。次、子犬を取り上げたらどうなるか。で、その GI のやつ、エスキモの女のイグルに住み着いちゃって、自分の小便で髪の毛なんか洗ってたんだ、これがピーター・ベンクマンの超能力アワーです。ゲストをご紹介しましょう。作家で超能力者として有名なミルトン・アングラント。ミルトン、あなたの最新作は世界の終わりですが、その終わりの時はいつなのか話してもらえますか？世界は大晦日の真夜中12時に滅亡します。今年の？はい。いや、それちょっと早すぎるんじゃないでしょうか。つまりセールスポイントにはならないでしょう。いや、その本は出たばかりで文庫本になるのは少なくとも1年先ですよ。それにテレビのミニシリーズになったり映画化されたりするにはさらに最低1年はかかります。まあこれはゲスの忠告ですがね。どうせならこの方が利口じゃないでしょうか。世界は1992年に滅亡します。この予言は1994年にしましょう。この予言は金儲けが目的じゃない。いいですか、私の超能力がはっきりと予言している。この世の終わりが大晦日にやってくると。予言が当たるといいですね。ありがとう。しかしこちらのゲストは異論があるようです。エレン、あなたの予言するその時は？私が得た情報では、世界の終わりの日は西暦2016年の2月14日です。バレンタインデーだ。困った。その情報はどこから？あるエイリアンが教えてくれたんです。主人にも話したけど、遭遇したのはホリデーインよ。私バーで飲んでたんです、一人で。するとエイリアンが寄ってきて話しかけてきたんです。いっぱいおごってくれて、彼何か特殊な光線か意識コントロールの装置を使ったんだと思うわ。私を自分の部屋へ連れ込んだのよ。そこで私に世界滅亡の話をしたんです。じゃあそのエイリアンはホリデーインに部屋を取ってたってわけ？